こんにちは、オープス英語学院のファーマンです。これまで何回もこの動画では英検1級2次試験に合格するには、知識が必要だって話をしてきましたよね。だってその知識がないのにその2分間のスピーチをするってデタラメを言ってるようなもんじゃないですか。だから大事なのは知識をつけてから本番に挑むことなんですけど、その覚えた通りに言うんじゃなくて、やっぱりその自分の言葉に直して、本番スピーチをしないといけないですよね。だけどその問題は何でもかんでも自分の言葉に直せれるわけじゃないんで、やっぱり特定のそのキーワードとか専門用語は覚えておいた方がいいですよね。でこれまでこの動画では何回もその国際政治について語るときに便利な言葉とか、環境問題について語るときに便利な言葉とか、高齢化社会について語るときに便利な言葉とか、いろいろな言葉を紹介してきたんですけど、今日のテーマは法律と規制です。この動画のサムネを見た時に、びっくりした方もいるかもしれないですけど、安心してください。法律と規制っていうテーマが独立したトピックとして問題になることはないんで、だからなんかこの法律についてどう思いますかとか、そんな難しい問題は絶対本番出てこないんで安心してください。じゃあなんでこのテーマで今回この動画を作ってるかって言ったら、理由があるんですね。英検1級2次試験の問題ってこう社会問題とか環境問題とか、こういう問題をこう解決するにはどうしたらいいですかっていうタイプの質問が多いと思うんですけど、はっきり言って答えって大きく分けて2パターンしかないんですよ。一つはそのみんなに問題のことを知ってもらうってことですよね。だから教育と啓発ですよね。だから例えば We need to educate people about this issue とか、 We need to raise awareness to this issue とか、で、あと二つ目は人の行動を制限するってことですよね。で、どうやって制限できるかって言ったら、やっぱりその法律とか規制を作るってことですよね。だから今日はどうやったら問題を解決できるかとか、そういう話がしやすくなるように、その法律と規制をテーマにしていろんな単語の紹介をしていきたいと思います。じゃあまず一つ目は ban。 ban って言ったら公式にあるいは法的に何かを禁止するってことですね。だからもしこう環境問題の話とかしてるときに、こんなセリフを聞いたら、それは法的に禁止しろって言ってることですね。例えば We need to ban fracking to save the environment。 環境を守るためにフラッキングを禁止しないといけないってことですね。でフラッキングって言ったら何かって言ったら、その水圧破砕法って言ってシェールガスを採取するときに使う手段なんですけど、それは結構環境に悪いんですね。だからこういう文脈で ban という言葉を聞いたら、それはもう法的に禁止しようって言ってることですね。こんなことも言いますね。 Liquor is banned in certain states of India。 お酒はインドの一部の州で禁止されている。で次、あとこんなことも言いますね。 He was banned from Twitter for spreading false information。 彼は虚偽の情報を広めたことで Twitter から追放された。だからこの場合法的な意味はなくて、どちらかというと公式ってことですね。だから公式にそのツイッターからはもうね、バンされた、だからもうその追放された、もうそのアカウントが使えなくなった、アカウントが停止になったとかなくなってしまった、そういうことですね。じゃあ2つ目は regulation。 regulation って言ったら規制って意味ですね。ただみんなよくその regulation と別の law ってことは結構同じ意味として使ってる人が多いんですけど、その厳密にはちゃんと違いがあるんですね。まず law っていうのは立法府で作られるんですね。だから議会でその議員さんたちが作るのが law、 法律ですよね。でそうして作られた law に基づいて、その省庁とかそのまたその下の委員会とか作るのが regulation なんですね。法律っていうのは政治家によって書かれているから、いろんな理由でその抽象的な書き方やその文言が多いわけですよね。省庁とかその委員会とかはなんでそういう法律が作られたのか、意図を読み取って、もっと細かい規制を作っていくわけですよね。だからそれがレギュレーションですね。例えばアメリカの FDA 食品医薬品局は、市場に安全じゃない食品や効果のない薬が出回らないようにするのが仕事なんですけど、法律に基づいてやるわけですよね。けどその法律にはその unsafe とか ineffective って言葉が入ってるわけじゃないですか。
で、何が unsafe で何が ineffective なのか決めるのは FDA なんですね。だからその FDA が法律を解釈する力を持ってるんですね。あとそのより細かい規制を作っていくわけですよね。で、それがまあ regulation。まあここで話した law と regulation の厳密な違いっていうのはあくまでアメリカの話なんで、その他の英語圏の国でもそうなるかって言ったらちょっと僕には分かんないですけど、だから少なくとも言えるのはやっぱり law っていうのはかなり限定的な意味合いですよね。法律って意味ですけど、regulation っていうのはもっと広い意味で使われてて、まあルールっていう意味で使われてますね。なんか例えばその会社の決まり事とか、まあ law って呼ぶ人はいないですね。会社の決まり事はどちらかというと regulation ですね。じゃあ3つ目は deregulation。deregulation っていうのは規制撤廃って意味ですね。で、この deregulation って言葉は、regulation を撤廃するだけじゃなくて、law 自体を撤廃したり改正したりすることも指してますね。じゃあ今度4つ目は repeal。repeal っていうのは法律を無効化する、あるいは撤廃するってことですね。例えば、Republicans want to repeal Obamacare。共和党員たちはオバマケアを無効化したい。こんなことも言いますね。We must repeal outdated laws to be in sync with economic realities。私たちは経済的現実に合わせて時代遅れな法律を撤廃しないといけない。またちなみに、その法律を改正することは amend って言いますね。例えば、The Logan Act was amended in 1994。ローガン法は1994年に改正された。あとこんなことも言えますね。Shinzo Abe failed to amend the Constitution during his administration。安倍晋三は政権中の憲法改正に失敗した。じゃあ今日のまとめ言いますね。まず一つ目は ban。ban って言ったら公式に、あるいは法的に何かを禁止するってことですね。で、二つ目が regulation。regulation っていうのは規制。厳密に言うと regulation と law には違いがあって、law っていうのは立法府で作られるもので、regulation っていうのはその law に基づいて、行政府が細かく設定する規制のことです。3つ目は deregulation。で、意味は規制撤廃。で、これは regulation を撤廃するだけじゃなくって、法律を撤廃することも、まあ、deregulation に含まれますね。で、次4つ目。4つ目は repeal。repeal っていうのはその法律をこう無効化することとか撤廃するってことですね。で、ちなみに法の改正は amend。冒頭でも説明したみたいに、法律と規制っていうのは独立した問題として出題されることはないんで安心してほしいですし、試験官の人も regulation と law の違いが分かってないからって別に何も減点の対象とかにはしないんで、まああんまり深く考えなくても大丈夫なんですけど、まあこのまあ単語を押さえておけば、これから試験の準備をするためにいろいろこう英語のニュースを読んだりするときももっとこうクリアに理解できると思うんで、まあこの単語を覚えておいたらまあ便利かなと思います。これまでにもそのいろんなあのテーマで動画を作ってるんで、まあ、そっちの方もまあチェックしてみてください。それでは、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではありがとうございました。